おはよう。あ、おはようございます。おーい、おはようございます。おはよう。今日もまたいろいろ売り上げが良かったらいいなと思ってます。はい。来週からセールに入っていきますんで、はい。まあ皆さん今週頑張って売るように、はい。まあ来週セールすることで告知してますんで、ちょっとこう売り上げが厳しくなると思いますけど、はい。たくさん、まあ特にジャケット類なんかもね、売っていけたらいいなと思いますけど。なんか匂いするね、店内。え？いや、え？なんか店内匂いしない？お前言えや。お前が言え。何の匂いこれ？炭？いや、お前言えや。なんかタレの匂いかな。これ何の匂いこれ？俺。何の匂いだったかな。なんか匂ったことある感じするけど。すいません。うん。いや、ちょっとバーベキューやりまして。どこで？あ、ここで。そんなんしたらあかんのじゃん。いや、お前、こいつが、まあ僕もなんですけど、いや、お前も言えや、一緒にやってんが。すいません、なんか。え、そんなん、え、すいませんでした。あ、なんかなんで僕の、その、大事な服屋さんでバーベキューすんの？なんか、この、そういうバーベキューしてないなっていう話あって。わかるよ、わかるよ、はい。夏やしね。はい。わかるよ。ほんで、なんか、いや、思い立ったんやから、もうしようぜってなって。わかるよ、わかるよ、わかるよ、わかるよ。ほんで、まあ、バーって買い出し行って。わかるよ。ほんで、まあ時間も時間やったらその場所もないし、わかるよ、わかるよ。ほんで、もうここでやろうかっつって、結構連れ呼んで。わからんよ、そこ。すいません、すいません、ほんますいません。いや、途中まですごいわかんねん、共感、若者としてやっぱバーベキューはしたらわかるけど、はい、はい。いや、ほんで、いや、いけんちゃうんってなって、最初5分ぐらいやった時に、うん、全然匂いついてなかったから、うん、いや、いけんちゃうんってなって、結構そこは夢中になったんですよ。うん、ほんで結構20人ぐらい呼んじゃって。ああ、あかんよ、そんなんしたら。そこでバーってやって、やり終わった後にちょっと気づいたんですよ。ほら、もう服も全部染みついても、匂いがもう全部染みついてるわ。すいません、すいません。タレとかついたやつは捨てたんで。うん、そんなんもう、勝手にしたらあかんかな。すいません、店長、すいませんでした。うん、でもすいません、ごめんなさい。まあ、しゃあないはしゃあないけど、うん。あ、若気のイタリアか分かるよ。すいません、うん、許してもらえます？若気のイタリアから分かるんよ。ああ、うん、すいませんでした。ここでバーベキューしたっていうのは分からんのやけど、その若気のイタリアから分かるんよ。すいません、ありがとうございます。でも全部売り物ならんわ。すいませんでした、なんかやっちゃいました。僕どうしよう、こんな。だからこれ全部ちょっと処分せなあかん形になるから。あー、はい。全く今日売る服が一個もなくなるし、はい。セールで売る服もなくなっちゃったから、はい。セールでも売れないから、こんだけ匂いついちゃうと。はい、がっつりタレの匂いするし、床もごめんなさい、ぬるぬるなっちゃって。やっぱりそうやね、これ。はい、すいません。ワックスだけしたかなと思ったけど、マシュマロとかやった？マシュマロ。あー、お前片付けろっつったやんけ。大きいやつ、これ。すいません、すいません、すいません。うん、どうしましょう。お肉も落ちてない、これ。え、エビの尻尾も片付けろや。ピーマンのヘタも、ま、外みたいな雰囲気。アルミホイルも、はい、吸い殻も。すいません、あかんやん、これ。すいませんでした。若気のイタリアか分かるけど、すいません。うん、まあやめてね、こういうことは。はい。うん。え、じゃあこれ売るもんないってことは今日もう休みですか？今日休まなしゃあないね。フォー！だからもうしゃあないから、それは。うん、でもバーベキューしたって聞いた時はちょっと言及とかせなあかんかなと思ったけど、でも若気のイタリアから分かるよ、許してあげる。フォー！うん。ただあと誰とやったんやったっかな。あ、釣れっす。釣れ？釣れとか釣れの彼女。ああ、もう呼んじゃった。はい。うん、そっか。じゃあ今度からはやるときは事前に言ってください。そしたらやらしてあげるんで。ふぉー！服とか全部ビニールに包めばできるから。最高の店、最高の店、最高の店長。ふぉー！だから最高の職場見っけた。ふぉー！とりあえずこれ全部服とかを仕入れないとあかんから、当分お休みです。フォー！でもその間の給料が固定給から一緒よ、大丈夫。フォー！最高の部署、最高の店長、最高の職場。フォー！だからまあとりあえず一つ分かってほしいのは、服を愛する気持ち、それだけは忘れといてほしい。それは忘れません。うん、それを忘れちゃったからこうやって匂い染みつかしちゃったの。はい。うん、だからそこだけはきつく言います。はいはい。金輪際バーベキューするときはビニール袋に入れてください。はい、わかりました。ありがとうございました。はい。はい。じゃあとりあえず。お前来い！行け！行こうぜ！わおわお！服を愛する気持ちだけは忘れんといてね。主にモード系の服を取り扱っています。主にまあタレは全般揃ってるんで。
肉食べたいと来てください。こちらのメガネは、イギリス製の1984年のヴィンテージものとなっております。これはすいません事務所からちょっとパクっちゃいました。わかんないです。だからこの帽子は、モード系にカジュアルを足したときにベストなキャップです。結構ズル休みしてます。すいません。ネタサロン入会してください。ジャルジャルタワー。